CM だとあるし、5秒とか15秒とかあるんですけど、だいたい15秒とか20秒とかテレビとかラジオとかのサイズで作って、その後フルサイズにするっていうパターンが結構あります。CM の方でもともと作って、生まれた曲です。少年が小高い山に登って街を見下ろしながら飛行機をポイッと飛ばしたっていう、そういう歌です。プロペラ聴いてください。
息弾ませ駆け上がる坂の向こうに浮かぶ雲溢れ出す夢や憧れを力いっぱいに飛ばそう明日と
ギターを14歳の時買ってもう弾けもしないのにもう1週間ぐらい後にはもうオリジナル曲を作ってましたので、もう今考えると恥ずかしくてもうとてもじゃないけど人に聴かせられないような感じなんですけど、いっぱい作ってきたんですけど、最近振り返って思うのがですね、必ずその作ってきたオリジナルには、そこにその歌の世界の中に自分がいるんですよね。あるいはそこの世界を見ている自分がここにいて、それで書いてるところがあって、10代の時にはやっぱ10代青いなと思ってそういう聞き方をするんです。でずっとね30代40代もその時の環境家庭だったりそういうところが大体場面に出てくるなと思って、思ってるんですけど、最近はね作るテーマが決まってきました。どういうテーマかっていうとですね、老人の歌ですね。いやちょっと老人の歌っておかしいですけど、まあ、どうせ 僕らの世代がやっぱりもうピークを超えて今からどうやって生きていこうかとか、ね、でどっちにしても今からこうだん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 こうね、落ちていろんなものが落ちていってやがて死んでいくわけなんですが、そういう時のみんな自分も含めてもみんなに応援歌ということで、そういうテーマで作っています。次歌う歌はですね、僕は70年代の音楽フォークソングとかこういったものにすごい影響を受けているんですけども、70年代にものすごく影響を受けたラブソングを元に、作りました。70年代のそのラブソングの世界、この世界にいた恋人たちがですね、もうそれから50年経ってますのでどうなったのか、その恋人たちの50年後の世界を今の自分と重ねて作りました。明日の忘れ物。Thank you.
曲とそっくりなアレンジになっておりますが、まあいいかということで。しんみりしました。なんかほら自分が歌の中に言って言ったじゃないですか。基本歌って創作ではあるんですけど、その中の一部に結構やっぱり自分がいて時々こうパッと出てくるんですね。でそれでふっとこうぐるっとくる時は自分でもあって、まあ本当にそういう感じなので、オリジナルの。ちょっとそんなもんなるだろうもんやけど、本当久しぶりなんですよ、こういう人前でコンサートをするっていうのも久しぶりです。だん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 やらなくなってね、面倒っていうわけじゃないんですよ、じゃないんですけど、でオリジナルもいっぱい作ってきたんですけど、だんだんやっぱりね、もう50過ぎたぐらいからだんだん勢いがなくなってきましたね。なんかこうテーマがね、ガツッとこういうテーマがあればいいんですけど、まあ、だからこれから、まあ、こう静かな力で、60代を頑張っていきたいと思っておりますが、最近、僕らが仲間と会って、なんかね、飲み行こうかとかどっか行こうかとかっていう話をするんですけど、大体その都度やろうやろうとバーッと盛り上がってからですね、で別れ際生きてるうちにねっていう話になるんですね。元気しとこうね、元気しとこうということなので、やりますか。生きてるうちにという曲をやります。よかったら一緒に手拍子をお願いします。
て精一杯自分の人生自分のために生きてるうちに楽しみな6枚目のアルバム作りますって公言してるんですけど、だんだん作れなくなってきてて、ね、生きてるうちに作りたいと思います。CD が最近ね、もうほとんど CD っていうものが存在しなくなった時代なので、 CD を作ること自体がどうなのかなみたいな感じになってきてますけど、まあ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。CD の話をしたのは、あそこの入り口に CD を置いてますよということもあったんですね。お持ちの方もいらっしゃると思いますが、ぜひ今日は今日で、まあ時間は本当にあっという間ですね。今日もその時がやってまいりました。はい、ご安心ください。アンコールの1曲前ですですね、最後に歌うのは、まあ、このさっき言ったオリジナルのテーマに沿ってずっと作ってるわけですけども、この曲最後に歌うのはですね、僕がやってる番組ジュークボクスあの日の忘れ物のエンディングでかかっている曲です。あのエンディングでこうフェードアウトされてしまうので、最後までかけてくれっていうお声も時々ありますので、今日は歌いたいと思います。これはですね、実話を元にした歌です。実は佐賀新聞にですね、手鏡ってあるじゃないですか。いろいろね、いろんなちょっと人生を重ねた方もいろいろ書いてある、その手鏡っていう文を読んでちょっと感動しちゃった。それでうわこれはと思って、それの感動をで歌にしたんですけど、まあそこを、まあ、ある奥さんが青春時代の思い出の歌っていうのを、それがテーマになってるんですけど、でこの思い出の歌っていうのは何だろうと思って自分でいつもこう考えてますけど、まあ結局その歌が何かっていうのはまあいいやっていうことで、その思い出の歌を僕が好きな思い出の歌にしてしまおうということで作った歌です。ストーリーは歌を聴いていただければと思います。若い時には青春っていう言葉は絶対に使ったことはなかったんですけど、かっこ悪くてね、青春って何言ったのって思ったんですけど、やたらと最近は青春という言葉を使いたくなりました。そんなもんですね。それでは最後の歌です。青春の歌。とても懐かしいあの歌がテレビの中から流れてます。それは二人だけの遠い遠い思い出が詰まった宝物。昔テレビには出なかったあの顔もすっかり年を取って、もう今日が最後のコンサート、私には「いつかあなたと歌う」
写真はあの日のまま、私だけが年を取りました。Thank you.
して、貴重な話でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。